大足石国のケゴン山製造。ケゴン宗は中国大乗仏教の宗派の一つであり、と順を解祖とする大宝向仏ケゴン業をところいの経典として独自の教学体系を立てた宗派である韓国、日本、ベトナムにも広まった日本仏教におけるケゴン宗は新章により736年に伝えられたなんと六宗の一つ。 東大寺ルシャナ仏像が混流された。華厳宗の本尊は歴史上の仏を超えた絶対的なビルシャナ仏と一体になっている。菩薩の修行の改定を説いた十字品、全財同時の変歴を描いた入り崩品などが有名。東大寺の大仏も本教の教主、ビルシャナ仏であり、日本仏教の黎明期に徴用されたが、大乗仏教の中でも 独特の驚愕を持つため修正は徐々に衰えていった。開祖は都順、第二祖は里資源、第三祖は宝蔵、第四祖は長官、第五祖は周密と総称されている。この中国の五祖の前に二世紀頃のインドのバナルト流時を加えて七祖とすることもある。また朝鮮半島にも伝わり、偽証によって広められる。日本における下言州は 第三祖法像門下の新章によって736年に伝えられた。今主寺の両弁の招きを受けた新章は、この寺において、華厳行、盆毛行に基づく講義を行い、その思想が反映されて、東大寺社名仏像が建立された。鎌倉仏教期には、明絵によって密教思想が取り込まれ、さらに行前による教学の確立がなされている。法章集や立集と並ぶ、 なんと6州の一つで、13州五十6派の一つである。時代的にも、地域的にも後半なので、様々な変容がある。結言思想の中心になるのは、この世界の実相は個別具体的な事物が、相互に関係し合い無限に重なり合っているという考え方である。この実相を4つの見方、4崩壊に分ける。我々の通常のものの見方は、こと崩壊で、無事消。 空の味方の理法界は、二つの世界である。この両者を使用した、無事象、空の世界と、具体的個物や現象が妨げ合わず共存する理事、無限法界が、修行をすると現れるが、これは、天台の考え方で理とことを分けている点が、不徹底である。この分裂をなくせば、最後に、理すなわち、無事象、空も消え去り、ただ自物と自物が、 有数無限に共存することごと無限崩壊というふつの見方に到達し、これが本来の真実一如の世界である。また、華厳では、ふつの立場になってみるので、賛成説も、また有意識とは逆に、ふつの側から順に、炎上実性、いたき性、変化所心性と解かれる。ふつになることをゴールと考えるのではなく、最初から、ふつの立場に自分を置いて考え、 行動することを求めるのが、下言思想であるから、下言行の一部の十字品に説かれる通り、菩薩所持で、新不退典となれば、あとは、菩薩大十字まではおのずから到達するはずで、結局菩薩の初心にあるべき混合の心が、決定的に重要だと考える。仏性についての考え方では、天台衆が西武説を解き文句が次第に修行によって、 自らに十分備わっていない外来の物性に救い取られて目覚めさせられていくと解くのに対し、下言宗では、正規節を解き、もともと衆上には円満な物性が備わっているという、如来像の考え方をとり、それが信じられず自覚しようとしないので迷うのだと考える。天台宗の競争晩酌、五時八分経の教番では、下言行は最初に解かれ、 ふっつの悟ったままの言葉を記したもので、凡夫には理解しがたいものとしている。詳細は、東大寺を参照ふっつの立場を主観とした、世界観や驚愕が当初は朝廷に歓迎されたものの、主上を生前説的に見る点において合致しなくなったとも考えられる。二期目、任期は2022年まで、再任は、下記の清水君明以来、ありがとうございます。